500円しかない。なんで？一日店長、あれ ?0 万いってないもん。あー、ひどんなさんも行くんだ。山田君何行こうか、何をわしてないわ。え、せいさん、ガスはキャンセルできますよね。キャンセルできたよ。もちろん。すぐ出ましたよ。こんばんは、徳米さん。あ、なんで分かんない。女芸してるからね。別れる別れないで。でもさ、好きなんよ、フワッチは。男と女のラブゲームが。少々してるから。
サムネ見せて。サムネどんな。可愛いですね。はいはいはい、好きなんだこういう顔が。え、可愛い、可愛かった。やりたい、実際にしたい。やりたいとか、シックスナインしたいかしたくないか、どっち。やりたくない。だからシックスナインしたかしたい。したい、したいだろ。正直に言えよ、正直に。ねえ、シックスナインしたいみたいですよ、たくまさん。金目く、金目当てで配信するやつ増やさない。ああ、どうなんだろうね。100時間とかいる？それ何の100時間なの？見る方と配信する方だよね。でも累計視聴時間だから、え、見なきゃダメなんかな？配信時間じゃないんかな？垂れ流すといいんかな？ウサギ役みたいに見とけばいいのかな？100時間どっちなんだ？累計視聴時間ってことは、うん？見る方なのこれ、意味ないのこれ。意味ないの？配信しても見る方な。僕2時間くらいやってました。リスナーの視聴時間なのこれ。見まくればいいの？これ意味ないじゃん、配信切る？意味ないっす。どっち配信時間って何？どっちだから配信を見てもらうってことじゃなくて、配信時間だよね。でも配信すればいいんだよね。見てもダメでしょ、ほら。配信しまくればいいんでしょ、これ。自爆のでしょ。だるいわ。すごいっすね、100時間。マジだるい。86時間から2時間増えてるから、確かめてみよう。確かめてみよう。だるいわ。もういい、だるいわ。こんなのいらんて、お前。こっちはマジ。短くなってんのかな。使用期間。どうやって見たっけこれ。うん？86時間になってるよ。36分。変わってないな。変わってないわ。ってことは、切んなきゃわかんないってこと。切んなきゃわかんない。聞いたくないもんね。思いつかないな。絶対もう全然足りてないと思うから、もういいよ、つけっぱなし。めんどくさいから、つけっぱなし切ってから話す。めんどくせえな、ほんとに。ツイキャスって緩いんすか？何が規制みたいな。いや、変わんないでしょ。青酒とかタバコとかいけるんですか？いけるよ。入れ墨も大丈夫ですね。あ、そうなの。なんだろ、警察も緩いですか？あー、それね、配信者による。あー、そう。ジャーナリスト系の大手さんは写しても大事だけど、俺らみたいなダメ。忖度あるの？あるある、全然ある。あー、ふわっちょりあるかも。あ、そうなんですか。うん、気に入られてる配信者はバンとか復活するもん。あるよな。ふわよりきついよな、忖度。大手さんに甘々だよな。奈々ちゃん早いもんね。ガッチよりやばい。赤松さん新八丁、あの赤松って社長がいるんだけど、はい、重いの、はい、その娘さんが新八丁としてるの、はい、新八丁が大好きで、バン何回も復活してる。 A 版だろうと思ったけど復活するんよ。でももう A 版になっちゃってる。累計だからいけてるはずだよ。いや、無理だって。俺は100時間達成するからね。ガツなガツな。ツイキャスの萌衣さんの社長の赤松社長の娘が新やつ好きなのは嘘なの？ガツな。何回も聞かせたけど、何？パパ何
してくれてんねん、バン解除して、で新野鳥に来い、そうでしょ。ああ、バンの人映るね、いくらでも A 番車映る、バッちゃダメ。視聴者が累計100時間見てくれたら、視聴者が累計100時間見てくれたら分かんない。とりあえずこの数字を短くしたいんだよ俺。100時間超えなきゃダメなんだよ。だるいよな。あれ今日フワのあれイベント最終日もしかして？あれ1日なんです。そうですね。え、今日から始まるのじゃあ5日12時今日から始まるの新しいイベント、後半。後半ですね。そうなん？どっち？どっちです？100人が2時間見てればクリアできてるはず。今何時間？2時間経った。せいちゃん出る？出ようかな。明後日か後半？明後日か後半？まだ？まだか。ツイキャスだって。あれ流したよ。うん。後半。前半6日。長っ。ついてない100時間無理や。いいよもう4時間やればいいんだこれ。これ絵付けとかないんですか？来るよ。あのコイン5枚で30分。ああ。それは無料ポイント。お金かかんない。あ、そうなの。ほっといてくれ。通知出さい。こんなん通知取ってる人が見たら恥ずかしい。こいつ出すなってなるやん。何だよこれ垂れ流し収益手に行けばやん。バレたくないね。こっそりやりたいね。やだよ、こんな通知出してまでやることじゃねえ、こんな通知減るわ、こんなやつだ絶対言えん。本当に好きな人しか来ないじゃん、だって俺のことだろ。こんなだってラジオで垂れ流しやで何にもコメント読まないで90人くらい何にもコメントもないだって、お茶しか流れてない。誰が見んのかな。なんかさ眠くなっちゃった。ちょっと
休憩しようかな。休憩ですか。俺さずっとさゲーミングチェアとさ床から寝てきたからさ、たまにちょっと寝ていい軽くふわっと。朝でもお風呂入っても着替えないですよ。うん、風呂入ってきたの。あ、入ってきたから髪の毛も洗ってきた。歯も磨いてきた。着替えは何なんですか。薬がないんだよ、朝。だから俺が起きたら起こすから、はい、送ってくれる、はい、朝4時ぐらいに。4時おじいちゃんじゃないですか。朝4時ぐらい。朝4時は4時か5時。ちょっとやめてます。じゃあ6時。6時ですか。うん、じゃあ7時。いつも。じゃあ8時で、8時起きて。はい。8時。はい、いける？はい。8時に。4時はちょっと。8時に起きて、でパン買って、で、俺薬飲まなあかんから、はい、絶対送って。はい。で、その時に、電子レンジじゃねえ。これも。あのマッシュの横つけてガンつけて、はい、荷物重たいからそうしよう、注射器持ったよ。持ったっていうかもうあっちのマッシュにある。かまへん。それで僕はですか。だいぶさ床で寝てきたからさ体がひみ上げてる。 寝ていい俺。いいっすね。いいねって。眠たくて。いい？ちょっと。で、アツシに。俺だけ任せ。あ、いいか。俺も充電しながら寝るわ。充電しながら寝るわ、これ。俺のいびき聞きたい人はこっち。ちょっと爆睡していい？ちょっと軽く、ふわっと。飲み物とかある？飲み物何もない。嘘だろ。何もないっすよ。マジで言ってる。マジで何もない。マジで言ってる。はい。中に飲む。ないの飲むの。でも何もない。これあるわ。でもこれあるからいいよ。眠い。マジしんどいわ。配信やめたい。やばすぎた。これはいいんすか。よいしょ。飲み物買いに行こうか。後で朝4時に起こされるのはちょっとね。8時ですか。いいよ、僕はね。お疲れっす。うん、消えてる。あ、消えてない。ないよ。消えてない。ちょっとこの車。今の車、本当に消えるでしょ。無理やって、絶対無理やって。現場じゃないやからさ。職人やもん。めっちゃ眠いっすか。やばいな、お前。それやばいでしょ。ミッキー猫でしょ。原宿系男子やん。やばいでしょ、これ。見て畳まなあかん。何もないでしょ。充電器すらねえや。充電器もないっすわ。ああ、これちょっと待ってください。何もない。
充電器すらねえよ。充電器っすね、うん、マジや。セリさんお薬さっき飲んだっすね。朝は朝帰ります。ちょっと監督は寝かしてあげてくださいね皆さん。もう出すもん出して眠たいんでね。久しぶりやこの光景。光景久しぶり懐かしい。おやすみなさい監督。ゆっくり寝てくださいね。飲み物買ってきますね。あ、そう。はい。水でいいっすよね。いや、お茶でいい。お茶でいいっすか。久しぶりやね。いや、まだ…気温…かわいい。おやすみなさい。また来ます。久しぶりやな、あの子。よいしょ。疲れたって。かわいいね。かわいい、かわいい。かわいいに言うたらあかんの。かわいいに言うて。大先輩。誰にかわいいに言うて。よいしょ。着替え何もないからね。着替えが。お疲れ様です。僕、今から、どこや長堀行くんかなと思ってたから全然大丈夫けど、もうないよやること。やることないよやること。お疲れやりやす特命さん。 ありがとうございます。すごいでしょうねすごいと思うよ。こんばんは特命さん。ありがとうございます。何やることないよもう。展開ないよもう。今日終わりやで。炊飯器掃除せなあかんわ。せや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 、ほんまや。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ほんまや。そうです、忘れてた。これやろ。これ。今日おたまりよ。これとこれ。これいらんのか、電子レンジいらんのか。これだけか。待って。あ、肉残ってる。お肉。レンジいらんか。じゃあ、骨格持ってきます。変に分解できへんのよな。組み立てられへんからね。変に分解したらもう組み立てられへんからな。周りとか、で中洗いたいんや、やっぱり。なんか肉もらっていいの。で、馬肉食えないんですよ、馬肉。寝たよ。寝かしてあげてくださいね、監督は。もうだいぶ疲れてると思う。お、めちゃくちゃ重たい、これ。なんかこれ、めちゃくちゃ重たい。もうこのシャツ、ね、売ってないんですよ、このシャツ。新作が出るらしいんで、それよろしくお願いします。あ、トースターも行くのこれ。飯食ってるよ。食べて食べて。あ、もう大きい声出さないで。ああ。綺麗よ。ちょうど食べた。どこ洗うの？洗うとこないけどな。めっちゃ綺麗。薬飲んだよ。ヒデ、これ来たの。薬飲んだよ。使用後は必ず洗ってください。どうやって？
どうやって何が？あった。そうか。どなんだこれ、どうやったろ。あ、お兄ちゃん掃除してた？これ綺麗よ。めっちゃ綺麗。あ、何これ、こういうこと、こういう、こういうところ言ってるの。あ、取れるわ。これめちゃくちゃ重たいな、この炊飯器。何キロあんの。掃除してるよ。洗うわ。明日の予定は朝送って朝送ってトースターも売ってたの。これこのまま洗ったんです。これこのままでいいんじゃん。君に決めたラスコイ。ラスコイやりやすい。やりやすい。ただのおじさんが掃除するやつやで。ただのおじさんが掃除する配信。レンジは買った。買った。掃除って洗うだけよ。ゴシゴシするだけ。おじさんが、ただただおじさんがゴシゴシするだけの動画。洗わんでも綺麗じゃん。おじさんはね。なんでこんな綺麗なの。使ってないからよ、ここまで。何時の10時か。皆さん右下ナイスお願いします。ナイスのことしてるんで。ナイスのことしてるんでナイスください。いや、いてるよ。いてるけど、もう、寝てます、今。ナイスあげなーい？見れないな、これ。くださいよ。ナイスくださいよ。もう、監督はもう、お疲れなんでね。寝てます。教えてくれてありがとう。ナイスパッチ。ナイス。僕も多分そんな遅くまで気にならないです。朝叩き起こされるから。せいさん薬あるからね。薬があるから。そういうってナイスしてます。優しい人。してますよ。僕は。いるよ。これ見んでもわかる。やっぱ監督寝てます。あんまり、あ、そうかそうか。テロップがあるよ。テロップ変えてみよう。
ドド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 あ、今アイテム投げるように、で後半、そうですね、イベント、そうですね、出るんで、そうですね。欲張り言ったら、両方がいいですね。欲張りなんで、ね、欲張り坊や。そうそう、せいじさん配信してますよ。ニコ生。ニコちゃんにツイキャス、ツイキャスやってますよ今。いびき配信してますんでね、ぜひ行ってください。いびき聞けますよ。今日は夜景じゃないよ、いびきで。俺ももうフローレ卒業か。長かったような、短かったような。そんなこと言われたら量、144号さん、なさすぎやん。いいの？読み上げついてるから。あ、読み上げついてるんですか、ニコ生。音声切ってるんじゃない監督。あ、ツイキャス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 。ニコ生と間違えるこれ。はい、完了。ピッカのピッカピカーチス、ピッカピカーチスです。はい、 iPhone の充電器ですか。これでいい。さすがにイベントの後半に。マジっすか、144号さん。いいの ?144 号さんが気になる。いいんすか、プライフォン。失礼します。スイカはある？あ、スイカはないですね。ない。これ読み上げ切ってないですか。うん、充電器はあるんですけど、スイカはないですね。充電器を押して、スイカは売ってないんですよ。スイカはちょっと待ってください。ビッグチョコは
ミックチョコもないんじゃないですか。お前全部食ったの？お前舐めてんの？お前全部食った？多分分かんないですよ。見てきます。何でさ食うの？俺がいなくなった途端に。お前おるとき食べてましたよ。何でさ食うのって。体に良くない。監督の体に。監督の体を持ってるんですよ。ほっといてくれよ。俺の人生だろ。じゃあお前俺の人生背負えるのか。はい、背負えるのか俺の人生を。一部はね、ほっといてくれよ。一部はほっとけよ。リクチョコ何個あんの？なかったら暴れちゃうよ俺。はい、なかったら暴れちゃうよ。食べるんすか？あるのかないのか言って。あります。何本？2本プラス2。はい、あんだけ買ってラスに。はい、食いすぎなんだよお前。僕そんな、そんなっすよ。20本ぐらいあったらお前箱できたんだぞお前。まだあるかな。2人分ってください。何本食ってんだよお前。あ、スイカはあるぞ。え、スイカはメロンとスイカどっち？スイカっすよ。 箱の方。箱じゃない、箱の方っすね。箱の方いらん。それ偽物やで。味一緒でしょ。偽物やで。チョコの数少ないね。小さいね。もうないっすわ、それ以外。めっちゃあくない。寝ないんですか？ないよ。4時間やんのこれ。あと何時間？うん？今また今切って付け直せば4時間 やるじゃん。はい、間違いなく100時間いくから、はい、年には年を。割れてるやん。はい、割れてるやんこれ。なんで？歯ブラシとかないですからね、多分。え？歯ブラシは、あ、歯ブラシはありますわ。歯ブラシはあるわ。でさ、ゴミ袋さ、はい、まとめてゴミ捨てるのいいんだけど、はい、ゴミ袋をまだセットしないよな。なんでなん？セットしてないで。してないで。出せば出しっぱなし。でもこれなんでなん？苦手なんですよ。ゴミ袋のセット。苦手って意味がわからん。セットせなあかんねんで。忘れるんすよ。忘れるのが意味わからん。やらなあかんで、絶対。ねえ。なんでなん？わかんないです。これゴミ捨てに行ったら忘れるんですよ。なんかゴミを出したらもうすぐつける癖。癖をつけないと。はい、分かった。はい、何にもついてないんだよ。ついてないですね。じゃあ次の準備できてないってこと。それはもうこれと一緒。こうやっても配信終わったら充電しないで寝るだろ。それと一緒。準備ができてないやつはもらいが少ない。はいはい、ね、必ずゴルフラブに落ちる、はい、ゴールドも落ちる、はい、どんどん落ちる、はい、準備ができてるだけ上に行ける。わかる？ゴミ捨ててるよ。ゴミ捨てる。絶対落ちるぞお前、準備ができてないやつは。はい、うん、意識が低いってことだ。これ何ですか？木の箱みたいなやつ。お誕生日おめでとうございます。
もっと意識上げろよ。わかる？職人さんもさ、インパクトって使うのいっぱい、はい、な充電ですね。充電しないでよ。やります、ね、朝さ、仕事行くか。そうですね、全部準備してんだろ。だから仕事が早いんだろ、職人って、うん、そういうとこやん。準備ができないやつ絶対ダメだよ。仕事ができないやつ一緒だから。充電もできないやつも休め、仕事を、うん、やめちまえ。常に次のことを考えとけ、はい、配信も一緒だ、仕事も一緒。これがあったら便利だなとか工夫するんだよ。こんなアイテムないかなとか、わかる、今日で、はい、配信強化合宿、はい、終わるけど、はい、なんか分かんないことないか、その時を最後に。いや、僕最後と思ってないんで。最後なんだよ、その都度、距離が近いんで。最後なんだよ、フローレで。はい、ね、なんか分かんないことないか。今日で最後になるんだよ。いや、僕は最後と思ってないんで。だから最後は最後なんだよ。教えることもないもんないんだよ。プラチナになったし、はい、あとは自分の力でね、はい、プラチナになるしかないんだよ、はい、なんか聞いとかなきゃいけないとこないか。うん、もう甘えることはできないんだぞ、はい、一人でやっていかなきゃいけないんだぞ、はい、いつまでもな、おんぶりに抱っこじゃダメなんだろ。わかるな。俺のアイコス盗んだ。あ、メッセージや。メッセージ聞いたかったってこと。メッセージなんか送ったんやけど、送ってない、来てないよって。俺のアイコスね、盗んだかお前。盗まないっすよ。どこやった。え、あ、ちょっと車見てて、車そこら辺置いてない俺。はい、置いてない。こっち来てないよ。もうすぐベッド行くから。車に忘れたかも。まっすぐ来た。どこにもね。
せいちゃん T シャツはちゃんあとプロフィール、プロフィールフワッチのプロフィールリンク先に貼ってあります。あった、はい、なんかありがとう。なんか聞きたいことないか、わかんないことないか。メッセージ来てないって言われたんですよ。送ってないんだよ。じゃあ僕送りました。おととい、おととい来てないよって言われたんですけど。どれ、おとといですね。どれ、おとといですよ。おとといってどれ。もうこれじゃないです。これ今日、これだよ。送る、全然送ってないじゃん。これ今日じゃない。今日だよ。おとといですよ。おとといって、これ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 送ってますよ。うん、送ってんな。多分バグやな、フワッチの。これ送ってない。あ、これ送ってない。これ リーさんの喧嘩の時ですね。送ればいい。何送るの。何送んなかったの。全部送ったよ。送ってるだろ。送ってます、うん、バグなんですか、うん、メッセージ結構気にする方いますね、うん、嬉しいって言ってます。あとチャリンコと、チャリンコどうするんですか、ね、まだ先いいんす。雨やし、雨やろ、はい、天気見といて。今週一番いい天気のいい日10日までに調べてて。ああ、週間天気、はい、神戸大阪間チャリで、チャリで。どこにやったらいいんですか、チャリンコ。チャリンコはチャリンコマンション、俺の。ああ、うん、マンション俺。ああ、バグ新神戸駅からね、チャリンコのルートも。何号線だ、2号線か、わかんない。神戸から大阪までめちゃくちゃ遠いでしょ。行けるか。行けるんじゃないですかね、わかんないですけど。電動だからな。あ、電動なんですか。うん、軽いよ、ペダルは。でも、だいぶ遠いです。坂も全然力入れなくていい。車10日までです。台風来てる。行けるか行けるかって。行きますよ、行きますよ。柴田湧いてきたらどうなの、対応する。どの柴田ですか。政治、自分で乗っていけばいい。なんで淳なのって来たら、恩人何を言うてんのって言うんですよ。言えるちゃんと。もちろんね、荒れるかな、お前ちゃんとしないと。はい、若主がなやなやしてたら、はい、言われ放題、言われっぱいだよ、はい、柴田、柴田軍来るんだ、ここ来やすいんだよ、お前弱いから、ビシッと言わないから。こっちに、こっちでさ指導権握っちゃダメだよ、はい、自分が指導権握んないと。はい、分かる。全部やられちゃうで、勢いで。あ、わーわーわーになるね。そうですね、すぐわーわーわーなるんでね、うん、じゃあもう充電しっかりしていかなかも。うん、うん、リリーさんはっきりしないからね、こいつがね。距離置きます。全部止まれちゃうで、柴田君いるかね、50代、60代のババアたちがわー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 言ってくるんだね、うん、笑ったら金歯と銀歯見えるやつが。そうですね、黒ぶちメガネのババアたちがよ言ってくれたで、ここぞとばかりに。もうここって時にたたいてブワーってくるんですね。ブワーってくるんだよ、ね、もう潜んでるからね潜ってくるんですね、うん、ニヤニヤしたから、うん、ここって時にブワーってくるから、一人ずつブワー、一人二人三人ネズミ子みたいに増えてくる。潜ってるぜ、それはないよね、やばいよね、湧いてくるよ、変なことしたら。やってもらっていいですか。やらへん、疲れてね、こっちかな、うん、疲れてね。そう、過保護のコメントだらけになるとマジで、あの、ナエルで人いるかね、うん、バカなの、この格好いいってなるかね、大丈夫ってなるから。それは枠主が悪いから。はい、指導権はいつもこっちな。はい、無我無楽は良くないですね。コントロールできてないよ。できてないですね、うん、
潜ってるよ今。俺が今起きてるからね、書かないけど俺が寝たらブーは悪口になる。いや、ないっすね、監督の悪口。あ、あるよ。ないっすよ、湧いてくれねえ。それでリリーさんあの追い出されたんだから、ここから、うん、でしょ。リリーさんコラボせっかくしてんのにブワーっていじめられて、柴田軍でお前がちゃんとしないからかわいそうに守ってあげないから。一声かけるだけでも違うね。はい、リリーさんの悪口だ、はい、NG 入れますね。ああ、で、先にしたこれ、これ入れます、あ、ナンバさん、ダメだこれ。はい、ダメ、はい、ダメ、あ、これダメですね。はい、はい、次 NG、 はい、はい、次 NG ね、はい、これ、はい、これだけもだいぶ違う。かけなくなる、見れなくなるのが、あの、すごい、うわーってなるから。ああ、威嚇射撃すること、先にですね。はい、NG、マジで入れるね、つって一回やってみろ、脅しで。何を、リリーさんの悪口言ってるやつがいた、見かけた、はい、地面に入った、はい、脅かしてみろ。もう入れますよ、ブロック。南郷さん、南郷さんって名指ししないと、これが大事なの。55号さん、入れますよ、うん、次。もう入れるんですか、ブロックするので、これはね、じゃあミュートで教えるわ。それもテクニック、うん、また、はい、うん、そういうあれもあるんですね、うん、主導権こっち、すごいマジシャンなんだけどね、ね、うーん、そういう嘘はついていいのか、うん、ね、テクニック、頭の回転早くすればすぐそうなの出てくるだろ、マジシャン、うん。ああ、ラスコイ、監督のアイスラ、すごいっすよ、わかる。枠を荒れさせるな、乱すな、はい、はい、うん、あれこの人、うん、フォローしてんの。いや、されてない、あ、されてない。リスナーさんの意見だ、応援してくれてんね、でもこうやって言ってくれてる、はい、言葉はきついけど応援してくれてんね、それそこまで圧勝、頑張れってきついことだけど、はい、だから嫌いでそういうこと言ってんじゃないの、はい、ね、お前を応援したくて、よくしたくて言ってくれてんの、何このってなるけどね、うん、そこグッと我慢して、まだ自分が未熟なんだからしょうがないんだから、はいはい、応援されたら伸びる人と伸びない人いるから、はい、自分で、あ、この人はもう別にいいかなってコメントを見分けないといけない。いいリスナーさんと悪いリスナーさんいるから、うん、全部が全部いいリスナーさんじゃないから、そうですね、そ、見極め大事なの、見極めできないんだお前は、そうですね、これは悪質だなっていう、これは置いてても意味ないなって、上から言われるとイラッとするでしょやっぱり、はいはい、ね、それはアカウントを見て名前で帰ってきた場合ね、今みたいな、はい、フォローしてる人数とフォロワーの人数、配信もしたことないのに2桁で50人以上いたら、はい、バクナギさんの可能性あるから言うこと聞いた方がいい、はい、うん、ブルックはおい、216号ブロックするぞ、そうそうそう、ブロック入れるよ、うん、入れちゃうもん、そうそうそう、うん、来た、ドーンとクラスコイ、アトシさんおせっかいすいません、リリーさんにペットか、おやすみの、あ、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、すいません、また見させてもらいます、すいません、ドンとクラスかい
練習させてくれたの。前頭葉の一部ピースが欠けてる感ある。どないするんですか。ん、それではもうどないするんですか。そのじゃあこのコメントに対して探して待ってピースどこにあるんでしょうか探していいですか。今ピースを探してどこにあるんですかねって。あります。持ってますかってあなたが。うまいですね、うん、トンチを聞かせて返したけどね、頭ぐらいできないね。配信うまいですね、うん、どこに落としちゃったんですかねってじゃあ可愛いなこいつってなるの、はい、ね、すごいですね。笑いに変えるんだよ。返しがすごいです。アンチコミを笑いに変えるんだよ。うまいわ。だから頭良くないとできないよ、うん、バカでできないんだよ雑談なんか、うん、え、そうっすよ、ほんまそうっすよ。だから常に雑談ってのも、うん、頭をフル回転させないといけない、うん、どういうコメント来るか分かんないんだよ、はい、用意もできないんだよ。そうっすね。でポンって聞かれたらポンって返さないと、面白い言葉返さなきゃいけない、うん、ワードセンスも大事なの。だから麻雀やってると同じ状態なの。脳みそがずっと動いてるの麻雀って、はい、何が来るか分かんないだろ。で瞬時に考えるだろ、うん、で捨てるだろ、はい、積もるだろ。その繰り返しだよ麻雀と一緒や。すごいですね雑談の天才ですもんね。ほんまに見てと思うっすもんね。ワードセンスの磨かないと。いっぱい本とか読んだり、うん、ね、YouTube とか映画とか、うん、いろんな幅広く浅く広くつまんでいって、うん、その知識をずっと入れててポン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 返す。卓球と一緒よ。ラリーや、うん、ラリー。あ、そっちみたいな。こうそれ真似できないですよ、うん、真似できないですよ。これ真似できないともうみんなすごいことになってます。だからフワッチの配信者って雑談ができない。そうですね。ね、銭ゲバが多いから、うん、イベントイベントだから。うん、だからツイキャスの方が、ね、雑談できる人がうまいわけ。うん、うん、そうですね。雑談だけで5000人6000人集める人だ、うん、そうですね。そういう人の配信を見ること、勉強すること、でコメントもちょいちょい拾っていかないといけない。面白いコメントをこう喋りながら見てつまむんだよ、うん、ね、見て喋りながらつまむってすごい難しいから、はい、自分で喋り方をバーっていうのはみんなできるの。簡単なのそれは、はい、自分語りずっと。でそいつは雑談とは言えない、うん、インターネットでしょ。リアルタイムでリスナーさんが聞いてくるでしょ、はい、でそれに対してこうアンサーを出してくるでしょ、はい、それをパンってつまんで面白く返す、うん、で自分語りその繰り返し結構難しいよこれ。バカじゃできない。いや難しいですよほんまに。できるやついないじゃんあんまり、うん、フワッチって、うん、見よう見まねでみんなやるんだけどできてない。だから聞いてられない、うん、つまんなすぎて。だからレベルが低いのフワッチ、はい、だからオワコンサイトって言われるイベントばっかりやるの、はい、何が面白いのこいつ。で閲覧欲しかったら女芸だろ、うん、男芸だろ、喧嘩だろ。だからどん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 つまらなくなるの、ワッチは。技を磨かない、みんな。かっこよかったら、可愛かったら、アイテム上がるサイトだけになっちゃう。うん、中身がない。うん、ね、どんどんつまらなくなる、これ。勉強しない、ね。で、勉強しても、スキルが全然上がんない。うん。うん、質が違いすぎるのよ、フワッチとツイキャス。あ、バカにされるのよ。あ、ふわっち、ふわのしさん、あああそこの範囲、イベントばっかやってるとこねって。お前がしてる人ばっかりのサイトでしょ。うん、うん、もう毎日イベント出てんじゃん、こいつ毎日人の顔見ればすぐアイテムよこせみたいな、うん、ね、イベント出てない時でもね、ずっと長時間回してる頑張ってる配信者いないんで、イベントだけ頑張って長時間やって、イベント終わったら休んだりして、はい、ね、そういうやつが結構いるから。で本当に頑張ってるのに評価が出ない配信者どんどんいなくなっちゃう、うん、なんであいつばっかり、俺は相手も上がんない、みんな嫌になっちゃ
ちょっとかっこよかったら、ちょっと可愛かったら爆投げされてね、はい、うん、でちょっとあの人の配信見て、はい、いいとこあったらどんどん吸収して自分の力をつけていかないといけない。はい、うん、で遊びの延長でやってるようなやつらばっかりだから、はい、ね、ほんと制御するダメだよ、制御するのフワッチね。だからのりちゃんとかこれバカにされるから、このサイトで有名になっても稼いだ、稼いで、稼いでもさ、リスナーを楽しませる配信者ってのは9月にはいない。うん、うん、次キャス行ってるよみんな、うん、みんな奥パコ色濃い豆泥そんなばっかりね、自分のアイテム欲しさに、うん、うん、でしょ、みんなイベントに特化しちゃってる、イベントだけ勝てりゃいいみたいな、うん、だからそれが分かってくるのにはまあ 2,3 年かかるから、まだお前はまあいいよ、上の空で何言ってんだこいつぐらいで、いやいやね、うん、分からないと思う、分からないと思う、何言ってんのかなみたいな、ゆくゆく分かると思う、はい、あ、監督が言ったのはこういうことか、はい、あ、もうちょっとね、いろんなことに興味を持って、うん、言葉選びとかね勉強してよかった、漢字も読めないやつばっかりだよね、うん、やばかでできないから、奥深いから、深すぎるよ、だ苦労した方が一回、まあ、まあ今みんなのおかげでプラチナになったけど、はい、一人じゃ絶対慣れてないから、無理ですね、うん、一回ゴルプラに落ちて自分でもう一回這い上がってプラプラまでね、はい、生きるように、うん、頑張った、ありがとう、うん、だから配信時間別に今までそんな長くなくていいよ、短くていいよ、はい、配信外で、はい、いろんなことを勉強しないと、はい、漢字だったりね、今流行ってるものだったりアンテナ立ててさ、はい、いろんなことに興味を持って、お前興味がないと勉強しないだろ、うん、そうですね、そうだろ、でも見てますけどね、フワッチは、フワッチ見てるだけじゃダメ、はい、そのニュースとか、なんで毎回カバー偉そうなんだ、ね、偉いよ、えぇ、ー、やめとけやめとけ、えダメですよ、いいんだいいんだ、235言わしとけ言わしとけ、偉いよ、いいんだいいんだ、うん、ダメっすよ、あれは、いいんだ、野放しにしたら大丈夫、いいんすか、うん、偉いんやで、235番さん、えぇ、ー、でぇ、でぇ、でぇ、で言わしとけ、言わしとけ、はい、あ、5個ラスコイ、トラウマになんだよ、うん、あー、ラスコイ、この人投げてくれて結構、ありがとう、結構言葉くっついてるけど、だから投げさんの性格とかも読み取らないといけない、あ、はい、あ、この人はこんな人だからみたいなね、はい、そういうのを覚えてあげて、うん、いっぱい投げてもらう、応援してもらう、はい、ね、アカウントと名前とどんな人なのかって頭に入れていく、どんどん、はい、リスナーさんの個性強い人いっぱいいるから、あ、はい、結構物から上から物を言う人結構いるんだけど、はい、投げてくれる人もいるから大事にしないといけない、うん、結構難しいよ、どんな人が投げてるか分かんないでしょ、でもコメントで読み取るよ、その人の性格とか、はい、でインプットするの、どん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 、うん、一番大事なのは投げ師さんだからね、やっぱり投げ師さんのコメント相手も最最優先ね、一番優先しなきゃいけない、うんうん、だけどラジコンしてくるリスナーさんいるから、それは見極めて切るとこは切んなきゃダメ、その見極めも大事、うん、応援されるのは嬉しいんだけど、あの、なんていうの、ラジコンしてくるやつは本当にいらんから、マジで、はい、今まで普通に応援してくれる人も離れちゃう、そういうやつのせいで、癖強いやついるから、結構いた客だから、そういうのをどんどん見極めて切んないといけない、そこまでひどいこと言うんだったらもういらないですよって、うん、来てくれなくていいですよって、もう荒れちゃうからね、ここはそいつがもうなんていうの、主導権握っちゃうから、はい、他の人つまんなくなっちゃうから、うんうん、だから本当はね、きつねのほうがいいんだけどね、アカウント出してこう上から物言ってくるやついるから、
威圧してくるから、うん、お前今まで結構投げたのに、はい、お前そういうこと言うんだとか言われて、うん、脅かしてくるから。ああ、脅し入れてくるんか。うん。読んだよ。その見極めが難しいよ。それが。そう。これ、こういう時どうやって書いてる。ああ、わかりますけど、それは書かないでくださいって心の中で思っててくださいって。わざわざ名前にそうやってね文字に起こすと、うん、リリーさんも見てるし。僕もお世話になってるんで、それはちょっとやめてください。次書いたらブロックしますね。それぐらい言わないと、また書いてくるから、調子になって。抑制させないといけない。ヘラヘラ言いながら言うと、また書いてくるから、ちゃんと言うときはもう真顔で怒んないと。僕こんな顔つけたら、ずっとなんか笑ったような顔してるからね。あっしゃ。ごめんなさいって言わせると。ああ、おっつー、どんつくらすこい、匿名さん、ああ、ありやす、ありがとうございます、いつも。金返せけどね、お前、そこまで投げたら金返せよみたいな、あ、そういうことするんだ、あ、投げるのやめてるし、もう投げたらもったいないな、返してくんないと。あー、うん、あー、10万ありやす、あーすみませんラスコイ、あーありがとうございます、ドンツクラスコイ。今は結構腰低い投げ手さんが一番いい、はい、であんまり何も言ってこない投げ手さん多いの、はいはいはい、何もコメントとかしてね、はい、相手もだけこう投げてくれるリスナーが一番、お前がお前がアラブ石油ビリゲットトマクサンマサトップワン、どう作ら匿名されてやってくれなすこい、そうりゃそうりゃ、そうなんですよ、うん、この人も、うん、これら10でしょ、この人大事だよ、この人は裏切ったの、ああどん作らすこい、シャンパンタワーシャンパンタワーどん作らすこい、いっぱい学んで頑張りましょう、あー、ラスコイ、いつもありやす、匿名さん、難しいぞ、難しいぞ、配信は、いや、難しいっすよ、うん、慣れれば簡単だけど、波に乗ったらね、あー、どんつくラスコイ、ゆっくり寝れますね、あー、ありやす、あー、テンさんです、難しいよ、これできないやつ言うからね、どんつく、どんつくらいだから応援している、頑張って、どんつくらすこい、あー、ありがとうございます、スペシャルハートどんつくらすこい、スペシャルハートどんつくらすこい、あー、ありがとうございます、ありがとうございます、ねえ、恵まれてるっすよ、恵まれてるっすよ、他の配信者さんこんな恵まれてる環境ないっすからね、でも教えるけど、ね、意味が分かって自分で修正できればいいけど、あ、はい、意味が分からないでしょ、まだ何言ってんだこいつぐらいでしょ、理解できないんだ、何言ってんだと思うんですけど、難しいと思うよ、難しいですよ、結構だいぶ俺噛み砕いて言ってるけど、あ、難しいと思うよ、これは実行するのが、うん、頭入んないでしょ、覚えること多すぎて、多いですね、うん、言葉足らずのところあるんですよ、うん、めちゃくちゃ、うん、言葉足らずのやつはやばい、マジで気をつけたいよ、うん、あの一瞬でその言葉によって、あ、こいつマジ嫌いだってなるから一瞬で、はいはい、一瞬で勘違いして、うん、いきなり勘違いされて、あ、こいつやばいな、こいつ、うん、そういうこと、そういうふうに思ってたら今までみたいになって、嫌いだわってなるから、いきなり一瞬で、あ、うん、その場しか来てなくてさ、その後、ね、その後いなくなっちゃって、いなくなってさ、うん、やばい、ちゃう、うん、勘違いしてね、やばいね、だからあんま真面目なやつはふわっちやめた方がいい、うん、
真面目すぎちゃうと話もつまんないし、リスナーさんも真面目なやつしか来ねえから、はい、後岡が来ねえからコメントもつまんねえんだ。わかる。だからどんどんかそる真面目なやつは。ちょっとふざけてるぐらいのやつが閲覧も取れるし相手も取れるって、ちょっとぶっ飛んでるやつの方が、リスナーもね、もうガチレスだらけになっちゃうんだよ。コメントも走んなくて、頭おかしいやつの方がやっぱりコメントも面白いし、あーラスコちゃん得だ。ルイトもルイトもね、匿名さんです。配信者も後岡だったらリスナーも後岡が寄ってくるから楽しい枠にね、人が集まるよ。あー配信楽しんでる。あーありがとうございます。で、最終的にあたおかしか勝たんって、で、そこがゴールだから、あたおかしか勝たんってそういうことかって、か自分がぶっ飛ぶとかぶっ飛ばないと、はい、リスナーさんもおいい雑誌ってなんねえからね、真面目でつまんねえからちょっとぶっ飛ばないと、自分の殻を破るのはお前だから、はい、自分で、駅前でさ、大声で歌ったりさ、そういうのやねん。リサイタル、野外ライブとかさ、路上ライブね、マイク一本持ってさ、路上ライブやりますから、そういうのもやんないと。だからね、やっぱり配信も見てないからね、今までね。そうなんですよ、全部配信見てないね、あーたおかしか勝たんよ。ああ、そうですね。どんとクラスコで、あたおかしかったな。マジシしてるさ、ずっとカッコつけてるやついるじゃん。はい、つまんねえか、それね、ずっと歌ってて、アイドルみたいにさ、男でいるじゃん。お前らついてこいよとか言ってさ向こう側の景色見してやるよとか言ってさ、思んないよ。そういうのでも強いんよ。強いですね、強いですよね。景色見してやるよとか言って、いるからさ、そういうやつ勘違い系のさその人のワールド強いですよね、そういう人は。そういう人強いよ、強いですけど、もう誰が入るか分かんないですよね。いいとこはいいとこで、まあ見といてさ、はい、あこういう配信もあるんだなぐらいで、盗めるとか盗んでさ、はい、それお前あの配信者の真似してるやんみたいな、はい、ね、バカにする意味でコピーとかするわけよ、ディスってんじゃんそれみたいな、それも必要なのよ。恩返しは一生もんすよ。で頭使うよ、いろんなこと覚えなきゃいけない。他の配信者の SE とかパクったり、はい、ね、キャッチコピーとかね、どんどんパクっていって自分のものにしちゃうんだよ。そいつら面白くすれば自分の勝ちなんだから、ね、でも 寝ていい？いつまで？僕ももう眠たいですけど。いつまでしょ。いや、ほんまありがたい話してる、ほんまにありがたい話してる、勉強になるで、お花火丼作らす、丼作らすかい、ありやす、奥深いで、いや、ほんま奥深い、今だけかもしれんじゃん、ほんとに、自分のキャラを確立させちゃえば、もう、ふわふわしてますね、アツシと言ったらこれだよね、あれだよねっていうのがどんどんリスナーさんが覚えてくれて盛り上げてくれるから、コメントも走るし、俺がマイク持ったら相方相方とか言われるよ、ね、リスナーさんも盛り上げてくれるじゃん、はい、そういうリスナーさんを一人ずつつけていく、面白い子やってたら勝手についてくるから、はい、あ、また見てやろう、見てやろうかなってなる。それが難しいんですよ、面白いことっていうの、
関西人ならできるよ。関東人より面白いんだから、関西の方が。もうパチンコ好きですからね、僕はもう。ほんまパチンコ人生ですから、ね、東京のやつよりさ、大阪出身のやつの面白いこと言えるんでしょ。お笑いの街でしょ、大阪って。違うの、大阪人でつまんないやついないでしょ。そうでもないの。いっぱいおるっすよ。いっぱいいてますよ。寒いやついるの、いますよ、大阪で。俺はさ、関東人だからさ、関西人は全員面白いと思ってるけどね。違うの、しょうもない大阪人いるの、つまんないやつ。いますよ。あ、そうなん。ほぼほぼ思わないですよ。俺は関西人面白いと思うけど、全員ほぼほぼ思わない。ああ、 滑り倒したやついるの、つまんなみたいなやついるの、思んないな、こいつ。うん、僕関東人ですからね。関西人ですよね、絶対。関西じゃないんですよ。うん、やっぱり面白いやつってさ、頭がいいよね、志村けんとかさ。ねえ、あーせいちゃんが一番面白いのとか。頭がいいよな、芸人さんでも。売れっ子はさ、うん、頭悪かったら人を笑わせられない。 人が笑うってさ、ねえ、人のことを笑わせるってことは、見てる人の、うん、笑いのツボを押さないといけないでしょ、はいはい、ってことは、オチが、はい、その人が考えもつかないオチを用意しとかないといけない、はい、予想されちゃったらもうつまんないけど、あ、そう来ると思った、うん、だからそこなんだよね、うん、その発想はなかったっていうのを毎回言わないといけない。ってことは、一人も早く頭の回転をしないといけない、うん、頭の回転をね、先回りして笑わせないといけない。そこは慣れだね、やっぱり。うん、うん、やってみろ。そんなすぐにはできないですよ、そんなすぐに。難しいよ、画面の向こう側の人を笑わせるって難しいよ、うん、笑い声も聞こえないから、ね、この草しか、そうです、草でこっちでこうあんつの読み取らないといけない、ね、うん、どんぐらい笑ってるか。笑い声が入ってたら分かるけど、うん、草でしか、草の反応を見て、あ、今のは面白かったんだな、あ、そうですよね、って感じ取るだから、あ、このネタは面白いんだ、はい、こう手探りなんだから、手探り。で、こしょこしょって、こしょこしょって、くすぐってあげる。こしょこしょこしょって。ね、いろんなことをこう読み取らないといけないね、これコメントで。難しいでしょ、ガチレスもいるしね。ね、みんなふざけてコメント書いてる、なんかガチレスいるから ね、はい、一気に冷めるね、はい、あの普段さ、イベントとかでさ、ね、お前がって盛り上がってる中ね、なんかふざけた格好とかしてさ、はい、ふざけ倒してるのに、あつし本当に自分で楽しいと思ってやってるのとか、はい、温度差がすっごい冷たいやついるからね、はいはい、本当に今楽しいと思ってやってんのみたいな、はい、無理してやってないあつしとか、うん、あります、ね、うん、もう NG ぶち込みたくなる、ね、いるからね、そうやって柴田、うん、大丈夫、あつし疲れてないとかいるからね、いるのよ。やってみろ。やってみろって言って、できたら僕苦労してない。内心は奥が深いから。どうなんすか、踏み外すなよ、踏み外して。もうね、あの、いるのよ、 A 版、一発 A 版とかで結構なるから、はい、アカウント守んないといけないし、うん、リスナーさん守んないといけないし、ね、もういろんな考えることありすぎて、俺なんか、はい、もう寝る時間ない、もう考えることありすぎて、はい、で、お前は寝たら昼まで寝てるだろ、昼まで寝てるだろ、起こさなかったら。今日寝てないですよ。いや、いつも普段、はい、俺より先に起きたことないだろ。
あ、俺がいつも朝ごはん、朝晩やってるの、早晩やってるの、はい、起こさなかったらずっと寝てるの。そうですね、うん、だからそれがもう羨ましい。僕はここまでね応援されてる、はい、俺でも結構考えること多すぎて、うん、もうショートスリーパーになっちゃう、必然的に、はい、考えること多すぎて、他の枠でなんか話題になってるとかないかなとか、はい、朝起きてすぐね、すぐ探すよ俺は。うん、だからすごい羨ましい。俺は意識高すぎちゃって寝らんないよ。うん、それぐらいになるまでやんないと、やっぱりね、自分の枠を盛り上げるにはどうしたらいいか、うん、毎日考えないとね。で、女なんか遊んでる暇もないしね。うん、どこも行く暇もないし。そうですね、うん、忙しいわけよ配信って。休みがないから、うん、常に自分のリスナーさんを息抜きもできないですね。楽しませること、それしか考えてないから、そしたら自然的にアイテムがついてきてるだけで今ね。このリスナーさんがいつ飽きられるか、毎日ね怖くて寝れない。飽きられたら終わりだからね、この業界。色恋、オフパコ、ね、豆ドロー、ご法度だからね。はい、絶対高いよ。うん、今日の授業はここまで。ありがとう、うん、頑張れよ、一人の人。はい、言ってこい。すぐ会いますけど。え、またすぐ会います。会わないよ、しばらく。電車もあるんで、あ、じゃあ、車肉もあるんで。あのさ、一つ聞いていいですか。あのね、僕ね、イギリスと来てさ、たまたま誕生日だったんよ、知らんかったんよ、はい、来たら来たでさ、はい、俺優しいから、はい、もうずっとお前やれやれって言って、はい、俺一日やんなかったり、お前来たらもうやれやれって言っちゃう、ナイスマンっていうか、はい、俺枠やる時間なくなんのよ、収益減るのよ、だからやめて、もうやなのよ、もう、はい、もう十分だろ。もう自分の売り上げないんよ。やらしてよ、一人で、はい、頼むわ、マジで。稼ぎがなくなんのよ、抜かれんのよ。そうですね、うん、しかも朝しかやってねえし、はい、夜の方が上がるのに、はい、こういう風になるやん、はい、来ると、はい、やめて、はい、もう来ないで。今日はたまたまこんなんあったから、はい、ね、あれだけど、来ないですよ。来ないで、収益どんどん下がるから、もう、はい、お人よしだから俺も、はい、やりなさいやりなさいって言うから俺も、はい、俺も悪いんだけど、もう言った、もう思ってたこと言った、はい、もう来ないで。寂しいけど一人で、うん、今日2万4千しか稼いでないから。あ、そうなんですか。俺ノルマ5万だから2万5千足りてないんよ、はい、うん、引っ越しで金かかってるも稼がなきゃいけないんよ、はい、うん、いいもう大丈夫、うん、すいません、うん、ありがとうございます。休みたいわ、ちょっと休んでください。休まして、はい、あ、はい、うん、もうあのチョコバーないんで、うん、はい、あ、上見そこのやつよ。おやすみなさい、うん、すみません、ありがとうございます、うん、おやすみなさい。あー、ね、来ないでって、もう来ないでって。いや、分かるんですよ、監督いつもやれやれって言ってくれるんでね、はい、言ってくれるんですよ。そうそうそう、甘いすぎっすよ、だからもうそれは僕も分かってますよ、はい、分かってます十分分かってます。僕の方が多いですかね。
あ、飲み物買いに行こう。ちょっと待って、これどうやって飲むの。もう何もやることないって今日。何もやらない。明日朝早いんだ。食ってくるね、あれ。あーもう監督、監督、はい、失礼します。あの、最後に聞きたいんですけどね。なんだ。たまには甘えてもいいんですかね。甘える？はい。たまに行ってもいいんですか。どこに？監督のところ。たまには。たまには。はい。来てどうすんの。だって車ないで帰すで。はい。いや電車でも行きます。電車で。はい。もうストーカーやんそれ。ストーカーじゃないですよ。そんな毎日は行かないですよ。絶対。来てどうすんの。何すんの来て。あ、ツイッターフォローしてくださいね。来てどうすんの。いや お顔元気かなっていう。いや配信見たらわかるやん。いや配信見ろよ。実際合わない。全然配信見てないやつやんそれ。実際合わない、わからないじゃないですか。わかるやん。しょ。ダメですかね。たまには。え？たまには。たまには。はい。ちょっと距離置きたいね。ちょっと距離。カップですねもう、うん。距離置きたいです。ちょっと距離置きたいかも。はい。距離置きます。うん。すいません。うん。給料いきます。給料いきたい。一人で頑張ってほしいって。もちろんね、もちろん僕一人でやりますよ。はい、頑張ります。一方通行やね、これ。一方通行。そう、優しいんですよ。だからね、そう、甘えすぎないよね。失礼したわ。失礼しちゃいました。これいいかな、もう大丈夫。これだってもうこの取ってないやん、これ。あ、寝たよ。これ取ってないの。積んどくわ。積めるかこの、くっそ重たいの。めちゃくちゃ重たいのこれ。せいちゃん優しいから。せいちゃん優しいから。取ってないよ、これ。何やこれ。ナイスお願いしますね。これとこれね、持っていくの。よいしょ。トーストはいらんね。トーストいらないですか。あ、レンジについてんね。あ、そうかな。あそれだ。今は そうですね、配信教えてくれたの監督ですね。そうそう、シャモジいるんすか。あ、ピカピやん。ちょ、取れへんの。シャモジ、アマゾンで買うわ。ちょっと待って。よいしょ。お、こ、米3つも買ったんすか。買ってないから、アマゾンで買う。ああ。よいしょ。
僕ももうこの光景見られへんなるから、あー今日は配信録画バイブルになるね頑張りありがとうございます。匿名さんラスコイ、炊飯器だけや持っていくの。そうほんまにやばい時来てくれたのは監督っすからね。そうそうそう、どん底から救ってくれたのは監督の。ありがとうございますね。はあ、じゃあ次は一人で頑張ってる姿見せな。うん、強い。寝る前にこれ配信見て、他の人の配信見て感謝の気持ちいっぱいなんですよ、ほんまに。そうそう、何回もそう、神戸から飛んできてくれたよ。あーどうも、小太郎さん。そうよ、勉強や、ほんま。あんな、誠司さんすぐ真似できたらね、いいけどさ、いけへんで。寝る前に配信見なかも。日々勉強。ほんまに。まあまあね、距離的には20分ぐらいの距離やからね。行こうと思えばすぐ行けます。マジで。朝何時や。何時起き？ 7 時？ 7 時やね。そうそうそう、監督が配信やってる時は僕見るんですよ、監督の配信を。でも真似できないよ、真似はできない。7時な。噛み止めて視野元広げて、そうね、リスナー歴をね、結局もリスナー歴っていうものもあるもんな。岸尾さんも来てくれた。この後やりにくめちゃくちゃやりにくい。難しいわ。誰の配信見たら勉強になるんですか。キャスとかは誰の配信見たら勉強になるんですか。課金した方がいい。投げ銭の気持ちわかる。テンさん、あ、ノリさん、ノリさんですか。あー、ノリさん、いや、わーわーわーす、今マジで。ノリちゃん、ナナさん、ノリさん、ナナちゃん、ダイちゃん知らないな。見るわ、やってるのかな、終わった後やってんの。あー、でも YouTuber のか。変な知識、241のコメント。ポストにイエローメンソール入れといたっす。え、ポストにイエローメンソール入れといたっす。あと何回渡せるか分からない。ポストに、マジっすか。あ、トーク勉強したのノリちゃん。監督が見てますよ、見てますみたいな。違うやろ、ノリ。すごい証明したいけど。
違うよ。行方分からへんよ。マジや、え、マジや、え、ガチやん。アイコン書いてる。ガチやん。マジですか、すいません、ありがとうございます。241号さん、ありがとうございます。もう近くにおられへんのかな。ありやすね。マジかよ。釣り、いや僕釣りかなと思った。マジ、マジでありがとうございます。ありやす、わからん、誰や。ありがとうございます。いや優しいよ、もう嬉しいよ、もうマジで嬉しいよ。トイレ行かせて、トイレ行かせて。電車や、芦田さん来てくれたん、これボランティアの。めっちゃ優しいわ。バカだなよ、これ580円で、うん、めっちゃ嬉しいよ、こんな弱いな、メンタルはほんまに弱いと思うわ。メンタルも鍛えなあかんからね、ほんま。で、あの、誰やったんですか。騙してごめん。レンタルもさ、で結局あの誰やったの、奈々ちゃんのりのりの奈々ちゃんのりさん、二人やったんですか。二人ですか。他の人いてないですか。勉強するよ、ちょっと。寝る前やることあるんよ。そう、石川さん知ってます。石川のりゆきさんだろうでしょう。奈良原くん、奈良原くん、ツイキャスの人なんですか。あ、レジェンドの配信ばかり見て心折れないように。奈良原くん、そんな人ですか。全く知らないのに、こういう人。ティーヤマくん、ニコ生、ニコ生、神様みたいな人。ティーヤマくん、ティーヤマくんはど、ティーヤマくんはどこの人なのか。監督はもちろん見ますよ、見てます。七原くん見た、金梅さん、
キャス、ナボ、配信したくてうずうずして、キャスナボさん、中堅って誰なんですか？中堅もわからないですもん。中堅は誰なんですか？駒井さん、あ、駒井さんですか？駒井さんでもスロット配信してないですか？パチンコ配信みたいな。なあ、もうこんなこれ一日で見られんあー、それトークが欲しいですね、僕は。トークが欲しい。好きやけどね、トークがね、あれやから、トークを聞きたいな。あ、フワでは、あー、誠司さんぐらい。あ、紀藤さん。あ、紀藤さんも見ますよ、僕。見てます。勉強っすよ、トークの勉強もしたいっすよ、もちろんね。あ、TM さん、あとしは小松系、あー、小松さんね、見ようか。その人になるっての無理やからね、絶対無理やから。小松さんでしょ、小松、違う小松さんじゃないの、小松、小の小さんの方ですね間違えた。コンさん知らんの。あ、ナボさん YouTube 切り抜き。僕一緒の人やと思ったっす。一緒の人やと。違うんですね。小松さん。この人はどこで出てくるんですか。小松さんは。どこ、キャスっすね。キャスね。うん。ナボーさんはキャスっすか。頭にあっていい。一緒の人やと思ったっす、僕。違うんやね。キャスね。ノリさんはキャスで、金梅さんは、あ、ほんこの前名古屋行ったのよ、キャス。キャスの人多いんや、うん、ええわ。そうね、あ、ニコ生でね。ナボの雑談見れるよ。監督の一応。ああ、そうなんですね。ナボさん。見るわ。見たらもう寝られようになるからね、僕も。一回見出して寝られようになるからね。はあ、見ようかな。米センスの磨くな。返しをね、もっと覚えたいです、僕。返し。返されへんもん、だって。金梅さん。私はキャスのが勝ってそうな。ニコ生。返しがおもろくなりたいなら、ニコ生。全部なんでやねんできる、無理やて。誰が見んねん、そのなんでやねんって。ノリさんは語彙力の神、なんでやねん、無理やろ。あー、ノリさん見ます、僕。うん、見る。見ますわ。新アッチさんはちょっと出てこないね。
なるほどな。そこ寝る前に見ますわ。これ見んのと不動産、不動産家探しをちょっと並行するわ。あんま見てないですね、炎上ニュース。見てないかも。見るとき見るっすけどね。キャスターはまだ早いな。まだはそんな出だしてんの。ひよっこや、ひよっこすからね、僕。ひよっこやで。頭の回転ほんま早い。ほんまに早いと思うんですよ。うん。追いつけへんもんだって。この時は6人もね。せいじさん見てるんでね。見てます見てます。あ、大手さん見すぎても、うん、小町さんをちょっとよく見ようかな俺。あ、機長さんも見ますよ。見ます見ます。小町さんちょっと見たいな。気になるな。いやもう寝るよ。もう寝る寝る。こんな寝るよ。寝るというか見るよ僕は。家探しもせなかった。家探しもせなかった。大手の人は YouTube の切り抜き。あー切り抜き見た方が早い。 YouTube のこっちの方がいいかも。ずっと見られへんもんね。あ、くもつけさん、ありがとうございます。金梅さんは間を取る。石川さんはマシンガン。間の方がいいかな。マシンガン無理やからね、僕絶対。あ、それも見たいわ。小町さん枠のキャスのカメラ広いの。どう返してんかも見たいわ。どんな顔してるんかな。あ、せいじさんはずっとやってますよ、今日。はい。寝配信。コメ欄を制する者が配信を制する。制したいね、コメ欄を。制御したいよね、とりあえず。制御できる力がないですからね、全然。間に合った。あ、ナイス、今日もお疲れ様です。そらさん、ありがとう。インバイは絶対に金のことなんか言わない。できる？いや、寝てるよ。寝てます、寝てます。あ、わかるよ。柴田コメの僕もわかる。それはわかる。柴田コメ。ちゃんとわかってよかった。あーじゃあ長かったね今日一日。配信もっと好きになるよ、自分のしたいことして、うん、明日はそう、明日特に長いね。朝早いから、朝が早いから。キャスやってますよ、うん、コメントなんやった？コメント読み合って読み上げやってるよ。そうそう、柴田コントロールや。第一やわ。いいけよ。切れてるの多いね。めちゃくちゃ多いっすわ、切れてるの。切れてて、その、なんていう、炎上系めちゃくちゃ多いな。切れへんからね、僕も、まったく。激動の1年なのかな、もう。
あ、そうですよ。読み上げして寝てますよ。読み上げてるよ。さっきもだってずっと喋ってたもん。たぬき、匿名が。匿名じゃないかな。今日泊まります。明日朝帰るって言ってたんでね。まゆちゃんの枠は嫌味コメントが多い。遠回しの嫌味コメント。あ、勉強して寝ますわ。勉強して家探ししながら寝ますわ。明日何時だった？7時やろ。7時。今日僕も言うて9時ぐらいに起きてたからね。9時前に起きてた。髪の毛は大事にありがとうね。してるよ。追い出すのもしてる。だから家をさっさと決めなあかんね、僕は。炎上なんて一瞬長く続けるの。引っ越ししてスト6やろう。やろうぜ、もうやろうやろう。スト6やろうやもん。ゲームしたいわ。ゲームもしたいし。ありがとう。行くわ。もう終わりよ。終わりますよ。長かった。明日も長いよ。明日も長いからね。よろしくお願いします。明日も。お疲れ様。高いって3万3円やったら買うよ。3円。3円でいい。今は政治にいっぱい甘いな。ありがとうね。もう十分甘えさせてもらいましょう。僕はおつおつ、あの、右下のやつ最後お願いします。初見の方おられましたらフォローお願いしますね。お疲れ様でした。熱々、ありがとうございます。最後にナイスお願いします。お疲れ様です。誠司さんのリスナーさんもありがとうございました。ありがとうございますね。止まったな。お疲れです。